三重のクルーチです。相変わらずまたドラッグが大好きで、早速ドラッグ酒を作ってきました。一旦ドノーマルに、遮光とアルミと、マフラーだけです。コンピューターも、何もやってなくて、ブースタップもしてません。じゃあパワーは400のワッパー、400ダウンしてるか分かりません。なんでダウンするんですか。なんかワイパイプのそれゲージとかもちょっと無視して作ったりとか、で低速のちょっとね乗った感じのねシフトアップした瞬間が遅だった気がします。だからもっと上をパワー上げるしかなくて、ノーマル結構ちゃんとできとるんで、はいはい、この後、400、500馬力ぐらいにして、はい、ノスで600ぐらいまで持っていくような予定があるんですよ。まあ、タービンも変えるかも分かりません、はい、でそのためのマフラーというかで触媒もまたついてます。あ、なるほど、はい、なるほど、はい、足はね、まあ、皆ご存知だと思うんですけど Z34 のがそのままいまして、はい、今回は後ろがドラスリで前をあんまり壊してしまうとちょっとスピンしやすいので前もこうぐにゃぐにゃっとした感じにしときたいなと。それでバネレートは少し落として、そうですね、ノーマルでも良かったぐらいと思ってます。ーノーマル足回りのままで、ただ見た目はねやっぱり大事でしょ最初は。やっぱ車高は低い方がかっこいいですよね。注目されるときは。はい、ドラスリが今ね、これは僕自分のドラッグの2000馬力のフロントをはめてきたんです。あのブレーキが当たるの で、はいはい、で実はフロントとあの同じ銘柄というかデザインの15インチが一応あのあります。で、まあ、15の分厚いタイヤで、15インチのホイール入れてで作っていく予定というか。だけど、はい、まあ、それは入んなかったと今回に関して。あ、そうですね、今回間に合わなかった。はい、間に合わなかった。バーンアウトしてたじゃないですか、はいはい、これって普通にバーンアウトできる車なんですか。はい、ね、今できないんです。なんかねローンチコントロールって出てで多分スロットル閉まるんでしょうね。でそのままストールしてしまう。ただね、その瞬間できたのは、試運転に行ってですね、エラーがパッとついて、あ、エラーじゃんと思って、でそのまま店へ帰って、で水撒いて、温めたらパーって回ったんで、今日はもうそのつもりで来たんですけど、あのエラーが消えるとできませんね。なんかしてからが制御がね、まだわからんですね。このプランはもうドラッグ仕様になってくるんですか。ね、計画でいきますと、実はオートマでやりたいんですよ。これはマニュアルですよね。これマニュアルです、はい、オートマにパーツを全部移植してで600馬力ぐらいのオートマのノス仕様みたいな、だから日本であまりないようなねアメリカチックな感じにしたい。ちなみに、はい、乗ってみた感じとしてクルーチさんの感想、はい、まあ、ノーマルの Z はいかがでしょう。あとね、みんなに説明するんですけど、はい、サンニー GTR のノーマルのような良さ。足場が柔らかくて、はい、なんか18インチなのに16インチのようななんかこう、素直な良さと、はい、走りの方がしっかりしてるね。スタイルもやけど走った感じのなんかの足の動きとかが、うんうん、特に煮詰まっとるんでしょうね。まあ、それはこの慣らし運転の間にすごく感じた。いろいろ行ってみたり、峠行ってみたり、でこぼこ道とかちょっとこう悪いトラックの行ってみたり、はいはいはい、あと高速も走ってみたりしたんですけど、はい、の18インチなのになんかこう足がちゃんと動いて地面と離れやんかに、それがすごく、こんなことしたらもったいない。お、Z がバーンアウトするのか、できるのか、やり方知ってる。お、モクセコ選手。制御入ってんじゃないの、トラクションコントロールオフですか。そして何やら
楽しかったです。それが一番で、要はね、全然ゴール付近の安定感も全然車的にあるしね、すごく乗りやすいと思います。はい、で、まあ、スタートはね、でも、タイヤを無理やり大きくしてきたので、タイムはものすごく悪くて、ノーマルより落ちとると思うんですよ。まあ、ちょっと小さいのにして、もう一度走ろうかなと思ってますけど、今日のところはタイムよりも、まあ、楽しみ方というか、はい、この車は、まあ、次の仕様、はいはい、その次のマシーンに出て進んでいくわけです、ね、はいはい、そうですね、はいはい、次は羽がつきます。パワー、オートサロン。オートサロンに行くと、羽がつくのと、まあ、その他。